出るんだって。なんだ、クマでも出るのかと思った。姉さんたらそんなこと言って、クマよりずっと怖いんだからね。約束を守るぞ。カラスマくん、カラスマくん林道通って帰るんだ。はっ、これだわ。ここでもし痴漢が登場したとしても、塚本さんは僕が守る。私のために。このきっかけで二人は恋に落ち、なんて通って帰ろ。犯罪ですよ、お兄さん。成敗。大丈夫かい？はい、助かりました。Thank you.
さ俺。いきなり現れて見ず知らずの私を助けてくれるなんて。え？警察官さんって本当にすごいと思いました。任務ですから。では本官はこれで。はい、本当にありがとうございました。くれぐれもお気をつけて、塚本さん。なんで私の名前知ってたの？
よく寝た。さてと、顔洗って朝ごはん朝ごはん。ヤクモ、今日の朝ごはん何？朝っぱらからうるさいな、君は。あれ、お叫び先生じゃないですか。おはようございます。どうして先生がうちにいるんですか？それはここが私の家だからじゃないか。は？何を言ってるんですか？君こそ朝から何を寝ぼけてるんだ。さっさと目を覚ましたまえ、ケンジ君。え、ケンジ君ってハリマ君？自分のことも忘れてしまったのか。ほら、鏡で自分の顔を見てみたまえ。正真正銘、どこから見てもハリマケンジ君だろうが。うわ！あ、おいおい。ハリマ君がいる。いや、だから君がハリマケンジ君だろうな。私はスカマとテンマです。ふざけてないで、さっさと学校に行った方がいいぞ。